黒幕。ついに207話にて最終章に突入した東京リベンジャーズ。2008年に舞台が変わり、竹道たちは中学2年生から高校2年生になったわけなんですけども、来たか竹道というマイキーが意味深な発言をしたことで再び注目を集めている真の黒幕。今回は主要な黒幕候補4名から、テラノサウス、カワラギ千住、そして明石武臣まで黒幕、もう一人のタイムリーパーについて徹底考察したいと思います。ということで今回は黒幕、もう一人のタイムリーパーについて徹底考察したいと思います。なお、東京リベンジャーズ第208話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ずここで動画を閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。黒幕について。作中で竹道以外のタイムリーパーがいると初めて言及されたのは、関東事変前の第127話まで遡ります。初参構想でドラクエンを救っても、血のハロウィンでカズサラを救っても、クリスマス決戦後にキサキをトーマンから追い出しても、一向に良くならない未来に竹道は一つの答えを導き出すんです。それがキサキテッタのタイムリープ。キサキはもう一人のタイムリーパーであり、竹道が上書きした未来をさらに上書きしているということです。この衝撃の伏線にですね、キサキ黒幕説が急浮上したわけなんですけども、第184話最後を迎えたキサキテッタから衝撃の事実が明かされます。それはキサキテッタがタイムリーパーではないこと。では一体キサキとは何者だったのでしょうか。結論から言うとですね、キサキテッタはタイムリーパーの存在をある人物から聞いていただけだった。キサキの近くにタイムリーパーがいたと言える理由は2つあります。1つ目の理由は、キサキが死ぬ直前に発した多くの発言がですね、他のタイムリーパーがいることをほのめかしているんです。やっぱりそうか、お前タイムリープしてんだな、お前が本当にタイムリーパーだったとは。そう、キサキテッタはタイムリープの存在を知っているだけではなく、タケミチがタイムリーパーだと疑っていた。このキサキの発言はまるでタケミチがタイムリーパーであるという事実を誰かに教えてもらったような言い方になっています。2つ目に、キサキテッタの最後の言葉、俺はについて。第184話でキサキテッタはタイムリーパーでないことを否定するんですけども、最後の俺はという発言から自分の正体について語ろうとした瞬間死んでいます。しかしキサキが仮にただの人間だったなら、俺がタイムリーパーだと思ってんのかという発言で終わるべきです。にもかかわらず直後のキサキのセリフは俺はというセリフになっているんです。まとめると、キサキテッタはタイムリーパーではない、タイムリープの概念を知っていた、そして近くにタイムリーパーがいる可能性が高い。ここで黒幕、もう一人のタイムリーパーについて一度定義付けておきたいと思います。まず一つ目に、竹道や日向に固執している可能性がある。二つ目に、裏でキサキテッタに協力している可能性がある。三つ目に、竹道がタイムリーパーだと認識もしくは疑っている。四つ目に、キサキテッタではない。五つ目に、タイムリーパーではなくトリガーの可能性もあり得る。ではですね、もう一人のタイムリーパーとは一体誰なのでしょうか。8人の候補者について考察していこうと思います。まず一人目の黒幕候補はご存知、橘直人。ざっくり直人について解説すると、橘日向の弟であり、竹道がタイムリープする前の現代では東京卍会の抗争に巻き込まれて日向と共に死亡しています。しかし1回目のタイムリープの時にカツアゲされているところを偶然竹道に助けられ、竹道から2017年7月1日に日向と共に自分が死ぬこと、そして7月4日に竹道が殺されることを伝えられ、当時オカルトを信じ込んでいたこともあって上書き記された現代で竹道を助けることに成功します。現代では犯罪組織家の刑事として姉を守るべく東京卍会を追い続けています。そんな直人が黒幕だと疑われる理由は大きく3つあります。まず1つ目は、半馬修司の意味深な発言について。第32話では竹道が八三構想を乗り切り、現代で直人の計らいもあってひなと再会するんですけども、この中で直人に不信感を抱いてしまうようなシーンがあるんです。直人の運転によってドライブすることになって、その後竹道とひなは公園で2人きりになります。しかし公園のトイレで竹道はすれ違いざまに半馬修司と遭遇するんです。あれ、車乗ってねえじゃん、まとめてやっちまおうと思ったのにな。半馬はまるで二人が公園にいることを知っていたかのような口ぶりなんです。二人が公園にいること、二人がこの日再会したことは直人しか絶対に知り得ない情報です。にもかかわらず、ハンマとアックンに情報が漏れていた。しかも、この時、ナオトは姿を消していて、車から降りていたはずのヒナが、なぜか車の運転席に座っていたんです。
つまり直人がヒナを運転席に誘導し、さらに直人はハンマに情報をリークした可能性があるんです。二つ目に橘直人に記憶が残っていることです。竹道が過去の事実を変えて現代の運命に影響を与えた時に、直人の記憶だけはリセットされていません。例えば第76話にて血のハロウィンを終えて現代に戻ってきた花垣竹道、そこでは直人は竹道に会うとこう発言しています。君が現代に帰ってきた瞬間、僕の世界も一瞬にして変わった。つまりですね、一般的なタイムリープでは時空を行き来できる竹道しか上書き前の記憶を持っていないはずなんですけども、直人も上書きされる前の記憶を認識しているんです。そう、橘直人は竹道のタイムリープのトリガーではなく、直人自身もタイムリープしている可能性があるんです。三つ目に橘直人がタイムリープしているかのような発言についてです。第31話にて83構想を終えて現代に戻ってきた花垣竹道、直人はですね、姉のヒナが生きていることを竹道に伝えると、実際にヒナの家に連れて行きます。そこで直人はこう言っています。姉は今小学校の教師やっているみたいです。教師をやっているではなく、やってるみたいと言ってるんです。つまり直人は実の姉の職業について、まるでこの世界では橘日向は教師をしているようだとついさっき知ったかのような発言になっているんです。とはいえですね、直人が黒幕だとしても怪しくない点も多々見受けられます。まず一つ目に、姉を殺す理由がないこと。実は姉を憎む理由があったんですと言ってしまえばそれまでなんですけども、仮にそうだったとしても、姉を救おうとする竹道を何度もタイムリープさせる必要はないですよね。現代で直人は生きていて、姉は死んでいる状況なわけで、仮に直人が黒幕だとしたら、姉を助けたい竹道のことなんか放置しておけばいいだけの話です。二つ目にですね、これが決定的なんですけども、第134話、関東事変前に地冬の勧めもあって現代に戻ってきた竹道はですね、大樹と遭遇します。直人も交えて大樹からですね、ブラックドラゴンについて衝撃の事実を聞くんですけども、その後狙われた直人と竹道はなんと木崎哲太とイザナに現代で殺されてしまうんです。仮に直人が黒幕だとしたら、自分が死ぬような真似はせずに竹道だけを殺すはずです。そして三つ目に、直人がトリガーの役目を終えていることです。関東事変を終え、木崎が死んだことでこれ以上ない未来が訪れた現代。しかしですね、マイキーを助けるために再びタイムリープしようとする竹道だったんですけども、なんと竹道と直人が握手しても何も起こらなかったんです。不思議がある竹道に直人はこう言います。竹道くん、僕はこの現代をもう変えたいと思っていない。つまり竹道はトリガーとしての役割は終えた。そう、直人が黒幕だとしたら、ハッピーエンドなんかで絶対に終わらせないはずなんです。以上の3つの理由から橘直人が黒幕である可能性はほぼないと考えられます。そして冒頭の黒幕定義に当てはめると、直人はまずまずの黒幕度となっています。ただし決定的な犯行動機がないので、やっぱり薄いかなと思います。黒幕候補だった木崎哲太と行動を共にするハンマ修司、1989年10月27日生まれで、過去では高校1年生の16歳、現代では28歳となっています。その正体は木崎哲太の懐刀、木崎の指示でメビウス総長代理、バルハラ初代副総長、東京卍会6番隊隊長、天竺幹部と物語が進行するために移り変わっていきます。その外見も特徴的で、身長192センチの大男で、左手には罪、右手には罰の入れ墨、左耳にチェーンピアスをつけています。そして口癖はダリ。そんなハンマ修司が黒幕タイムリーパーだと疑われる理由は大きく3つあります。まず1つ目はですね、ナオトと同じで第32話でアックンを使ってヒナを殺害したシーンです。83構想を終えて現代に戻った竹道は、ナオトの引き合わせもあってヒナと公園でデートをするんですけども、そこでハンマに遭遇し、あれ車乗ってねえじゃん、まるでハンマがあらかじめ状況を知っていたかのような発言をしています。確かにこのシーンは先ほど解説したように、ナオトが黒幕の場合にはハンマにヒナを殺害させたとも考えられます。しかしですね、仮にハンマがタイムリーパーだった場合、ナオトのリークなどはいらず、あらかじめ状況を把握しておくことは可能で、これによってハンマが黒幕タイムリーパーとも言えます。そして二つ目の理由は、キサキの近くにタイムリーパーがいた可能性があるからです。
こちらもですね、先ほど解説したように第184話でキサキは自分がタイムリーパーでないことを明かしているんですけども、やっぱりそうか、お前タイムリープしてんだな、という感じですね。キサキはタケミチがタイムリーパーである情報を誰かに教えてもらったような言い方をしていますよね。またキサキは死ぬ間際に俺はと自分の正体を明かそうとしていました。このことからキサキの近くにタイムリーパーがいると推測できます。そしてキサキテッタの最も近くにいた存在、それはタイムリーパーハンマシュージ。そしてハンマがタイムリーパーだとすると、おそらくキサキの役割はタイムリープのトリガーの可能性も考えられます。つまりハンマとキサキの関係性はタケミチとナオトと同じなんです。以上よりキサキテッタの最後のセリフはこうなります。俺はタイムリープのトリガーだ。しかしハンマ周知も黒幕ではない可能性が高いです。最大の理由はハンマがタケミチやヒナを殺す理由がないことです。冒頭に話した通り、黒幕、もう一人のタイムリーパーはタケミチやヒナに固執する人物の可能性がある。しかし、ハンマは現在までタケミチやヒナとの因縁は一切描かれていません。なんならですね、タケミチとハンマの会話はですね、ほぼ皆無です。タケミチやヒナを陥れたい理由がないハンマはですね、黒幕ではないと言えます。ハンマ修士は単純にキサキテッタに惚れ込んだだけなのかもしれません。少し話が変わるんですけども、仮にハンマがタイムリーパーであり、キサキがトリガーだったとしても、おそらくですね、お互いそのことを知らない可能性が高いです。というのもですね、第205話では、ハンマはキサキからなぜ自分についてくるのかと聞かれた時にこう答えています。お前が死んだら教えてやるよ。ハンマはキサキについていく理由を決して語ろうとはしなかったんです。もちろんですね、ハンマが本当にタイムリーパーだからこそ、その正体をキサキに語れなかったとも言えます。しかし仮にハンマとキサキがタイムリーパーとトリガーだったとしても、タケミチとナオトのように、相互にその役目を把握しているわけではなかったんです。つまりお互い何者か、そして利害関係を知らなかったんです。そして冒頭の黒幕の定義をハンマに当てはめると、ハンマはまずまずの黒幕度です。ただしナオトと同じように決定的な犯行動機がないので、やっぱり薄いかなと思います。東京卍会の初代にして最強の総長佐野万次郎、誰もが知るカリスマ中のカリスマで、喧嘩の強さは天下一品、あまりの強さから次のように評されています。無敵のマイキー。そんなマイキーが黒幕、タイムリーパーであると疑われる理由は大きく3つあります。まず1つ目の理由はですね、タケミチの正体をずっと疑っていた存在だったから。喧嘩賭博で初めて出会った時にはですね、本当に中学生かと疑い、八三構想後の第29話では、タケミチ、お前は一体何者だとタケミチの正体を疑っていました。もしマイキーがタイムリーパーだったならば、もしかしたらタケミチは自分と同じ能力を持っているかも。と疑うのはですね、自然ですよね。次に変わりゆく現代でマイキーだけが絶対に死んでいないからです。タケミチがこれまで9度もタイムリープをして過去を変えたことで、現代が何度も変化しているんですけども、ヒナも、チフユも、タケミチも、ナオトも、キサキでさえも一度は絶対に死んでいるんです。マイキーを除いては。もし裏で暗躍するもう一人のタイムリーパーがいたならば、その人は現代で絶対に死のうとはしないはずです。つまり、タケミチが過去に戻った時点で生存している唯一の存在。マイキーこそが黒幕の可能性があるんです。そして三つ目、これが決定的な理由で、第207話の意味深な発言です。第204話ではマイキーが飛び降り自殺を図るも、タケミチはギリギリのところで救い出すんですけども、助けを求めるマイキーとの握手がトリガーとなってしまい、タケミチが2008年にタイムリープします。しかし2008年では東京卍会に代わる新たな組織、関東卍会が存在し、関東卍会の総長はマイキーだった。そして大注目なのはマイキーの意味深な発言です。来たかタケミチ。つまり、タケミチが現代から2008年にタイムリープしてきたことを、なぜかマイキーは把握しているんです。ただし、ここで注目したいのは、マイキーはタケミチと同時にタイムリープをしていないということです。来たかタケミチということは、すでに2008年にいるマイキーが、現代から遅れてやってきたタケミチに使う言葉です。つまり、このセリフから推察できる答えはこれです。トリガー側の人間はタイムリーパーが過去に来た時に過去に来たことを把握できる。しかしここで一つ疑問が。しかしですね、この場合ですね、ナオトもトリガーやってたけど、ナオトのケースはどうなのっていう感じで疑問が出てきますよね。ナオトについて話すとですね、過去のナオトはタケミチを現代に戻すトリガーとなってるんですけども、実際握手の意味すら分かってませんでしたよね。それはそうです。何せタケミチはナオトにタイムリープをする方法は伝えてませんので。
しかし第1話で直人は竹道がタイムリープをしてきたという事実は信じ込んでいますよね。つまり過去の直人は握手がタイムリープのトリガーとなっていることは知らないまでも、竹道がタイムリープをする人間ということは確信しています。このことから言えるのは、12年前の立花直人は竹道の9回のタイムリープを実は察知していた可能性が十分あるんです。マイキーがもう一人のタイムリーパー説についてまとめます。まず一つ目に、何度も竹道の正体を疑っていること。マイキーはタイムリープができないこと。しかしマイキーはトリガーとなったので、タイムリーパーが過去に来た時に過去に来たことを把握できるんです。ここで話は変わってですね、ナオトとハムはですね、もう一人のタイムリーパーとして考察してきたんですけども、第207話の内容からマイキーはタイムリープできない黒幕として考察してきました。トリガーのマイキーはあくまでタイムリープする竹道を察知しているだけであって、マイキー自体はタイムリープ能力を持っていないという意味です。また仮にマイキーがタイムリープできるならば、自分が闇落ちする原因であるエマ、シンイチロ、バジを助けようとするはずですよね。しかしマイキーがバジ、シンイチロ、エマを助けようとする様子はありませんでした。つまりマイキーはタイムリーパーではない。そしてマイキーを英語にするとマイキー、意味は私の鍵。マイキーはあくまでも竹道の鍵なんです。そして冒頭の黒幕定義に当てはめるとですね、マイキーはそこそこの黒幕度なんです。個人的にはですね、正直黒幕候補の大本命だと思っています。一番隊副隊長松野千冬、副隊長としてバジを支え、血のハロウィン後は竹道の良き相棒としても知られています。そんな千冬がなぜ黒幕なのでしょうか。それは竹道がタイムリーパーだと知っていた唯一の存在だったからです。竹道が千冬に打ち明けたのは血のハロウィン後の第82話です。そこから過去における竹道の相談役、相棒として唯一の秘密を知る存在となっていきます。この動画の冒頭で話した黒幕の条件、竹道がタイムリーパーであると認識しているに、関東事変以前という条件で作中で唯一当てはまっています。つまり木崎哲太が第184話で、お前が本当にタイムリーパーだったとはと疑っていたのは千冬から聞いた可能性も否定できません。ただしですね、この場合千冬がもう一人のタイムリーパーであるなしに関わらず、竹道を裏切って木崎にリークすることは可能です。しかし竹道の相棒である千冬が黒幕なわけがない、そう思うのは当然です。千冬が黒幕から外れる理由として考えられるのは、千冬が現代で殺されているからです。血のハロウィン終了後には現代で木崎哲太に殺され、クリスマス決戦終了後にはマイキーに殺され、関東事変直前でも現代で殺されています。という感じですね、木崎がいる限り千冬はずっと現代で殺され続けています。もし千冬が黒幕であり、もう一人のタイムリーパーだったならば、自分が死ぬような現代にはしないはずです。これはナオトのとこでも解説したものと同じ理由ですね。そして冒頭の黒幕定義に当てはめると、千冬の可能性はやはり低い。とはいえですね、一般的に黒幕というものは姿を現すまでは周りを欺き続けるのが普通です。そういう意味では千冬の可能性もゼロじゃないんですけども、個人的には現時点でマイキーが本命と思います。ただし黒幕の正体がすでにダークサイド側のマイキーやハンマーだとしたら、読者からしたら展開が読める部分だと思うので面白くないじゃないですか。実はこの人が黒幕だったのかという展開の方がやはり見応えはあると思います。そういう意味ではですね、ラスボスはマイキーであり、その裏で暗躍するのが実はナオトやチフユだったという展開だとしたら痺れますよね。そして現時点でナオトやハンマ、マイキー、チフユほどではないんですけども、黒幕として未だ可能性のある4人の人物について紹介したいと思います。まず一人目は立花直人の父親。ネットとかでも噂されてるんですけども、その理由というのが、木崎は銃を持っていたんですけども、仕入れ先が不明で、この銃は警察官をしている直人の父が提供したのではないかというもの。もう一つの理由がですね、クリスマス決戦前に直人の父親はひなと別れてほしいと竹道にお願いをしているんですけども、実はこの裏には木崎がいて、木崎の依頼によって直人の父親が動いたのではないかというものです。確かにこれだけ聞くと筋が通ってそうなんですけども、直人の父親は無関係だと思います。例えば木崎の銃の仕入れ先についてなんですけども、第132話より黒川イザナは警察にも顔が利くとされているので、木崎が持っていた銃はイザナからもらったものと考えるのが妥当です。つまり直人の父親は白。3人目と4人目は六原短大総大ティラノサウルテラノサウス、そしてブラフマン狩猟カワラギ千住。2人とも最終章で最重要人物となるのは間違いないんですけども、黒幕というよりもラスボスに近いポジションでしょうし、新キャラが黒幕になるということはさすがにないのかなと思います。
最後4人目は新章最重要人物の一人、明石武臣。現代では梵天相談役というまるで木崎哲太のようなポジションなんですけども、とはいえもう一人のタイムリーパーや黒幕というのは一般的にはずっといるような既存キャラ向けのものだと思うので、やはり明石も少しずれると思います。という感じで解説してきたんですけども、個人的な総評では本命マイキー、対抗木崎、アナハンマ。皆さんはですね、そもそももう一人のタイムリーパーはいると思いますでしょうか？そしてその目的とは何だと思いますでしょうか？そしてそれは誰だと思いますでしょうか？ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。